来たな。悪かったな、呼び出して。どうせ川上に言われてんだろう。俺に関わるなとかさ。お互い様だろ。聞いたぜ、前歴あんだって。噂になってるよ。道理で肝が太えわけだぜ。あれ、何だったんだ。城で殺されそうになったやつ。夢じゃねえよな。お前もだよな。まあ死ぬ夢ってあるしな。つか夢とはいえ、鴨志田から助けてくれたよな。とりあえず礼言っとくわ。けどあそこで見た鴨志田、お前は知らないだろうが、野郎には噂があんだよ。そう、ガタイのいいもじゃもじゃ頭、城で奪ってやがったやつだよ。バレー部の顧問だが元メダリストで、部も全国行ってっから誰も何も言えねえ。あの城の鴨志田が王様とか、そこが妙にリアルっつうか。あの城また行けんのかな。ああ夢だ夢、夢に決まってろ。付き合わせて悪かったな。話は終わりだけど、俺ら似たもん同士かもな。問題児同士気合いそうだぜ。俺坂本龍二な、見かけたら声かけっから仕方すんなよ。じゃあな。なあ、主よりお話を賜ります。心して聞いた方が
自分のためです。まずは再会を喜ぶとしよう。おお、覚醒を果たしたな。それも特別な力のようだ。これでようやく構成を始められる。今はまだ多くを理解しなくてもいい。目覚めたペルソナの力、お前にはそれを鍛えてもらう。ペルソナとは外の事物と向き合う時に現れ入れて心を鎧を、いわば仮面だ。お前には期待しているのだよ。何、心配しなくていい。時が来れば知ることになる。ところで、異世界ナビは気に入ってもらえたかね。あれを使えば現実とパレスとを行き来できる。お前を俗に仕立てるため私が授けてやったものだ。主からの異世界ナビだ。心して活用しろ、囚人。立派な族になれるようせいぜい精進なさい。異世界ナビを活用するのに一人では心細かろう。お前にとって有益なものにならば、そのものにも異世界ナビをくれてやる。すべてはお前がより優れた族に育つため。ふん、時間だ。戻ってせいぜい休憩時間を楽しむがいい。マジかよ。授業を始める。
答えろ。正解だ。やあ、なあ、
あんなでかい城、本当にあんならすぐ見つかんだろ。てか、いつあんなの立ったんだ。こっからお前とあっちの道に歩いてったよな。そう言われると俺も自信ねえな。よし、こっちだ。なんか気づいたことあったら言えよ。あれ？やっぱ学校か。別に変わったとこなかったよな。白っぽいのもねえし。道どっかで間違ったんだな。もう一回やんぞ。大丈夫、次は間違いねえって。行くぞ。マジか。俺らが思ってるより小さいとかなあ。それもやったし、けどそれっぽいのなかったんだよな。ん？携帯？なあ、そういえばお前、あん時ナビみたいのつけてたろ。ナビかどうか知らねえけど、携帯からそれっぽい声出てたろ。ほら、ホームに帰還とか、そんなの言ってなかった？ちょっと携帯貸せよ。なんだ？この目ん玉の。なんだそれ？変なアプリ。あった！これだ！やっぱこれナビだよ。お前の操作履歴ってのもあるし。やべえ、俺天才すぎんだろ。これ使おうぜ。アプリ立ち上げるだけだろ。鴨志田獣人学園変態城ナビを開始します。来た。そしたらどっちから行って。おい、何やってん。え、なんだ。昨日の城だ。また来れちまったな。つうことは昨日のもマジで、うわっ、その格好前もなってたよな。何なんだよその格好。気に入ってんのかよ。どうなってやがんだ。わけわかんねえ。おい、騒いでんじゃねえよお前。シャドウが急にざわつき出して、もしやと思って来てみれば、せっかく逃げ延びたのにまた正面から来るとはな。ここどこだよ。学校なのか。そうだよ。城じゃねえか。この城は学校なんだよ。ただし、この城の主にとってのな。城の主？鴨志田だったっけ。あいつが歪んだ心の目で見ている学校だ。歪んだ心？わかるように言え。バカにはわからんか。ああ、今のは捕まってる奴隷だろ。マジ？マジだ。
昨日俺たち以外にも捕まってるやつを見た。多分うちの生徒だ。大方上司の鴨志田の命令だろう。珍しいことじゃない。ここじゃ毎日こうだ。まして昨日お前らに逃げられたからな。さぞ荒れてんだろうぜ。あの野郎、リュウジ、ざけんな鴨志田。そんなんで開くかよ。だが何やら訳ありみたいだな。おい、モナモナ。モルガナだ。この声の連中のとこ、お前ならわかるか。連れて行けってか。ま、案内してやらんでもない。こいつも一緒に来るならな。お前の力をもう少し見たいんだ。断っても、こいつは一人で行っちまいそうだぜ。まさか見殺しにする気か。決まりだな。マジか。マリ、よし、いいだろう。我が輩についてこい。いいか。よく聞け。暴いてやる。先制攻撃チャンスだ。ご苦労様。
さて。遅いよ。いいか？ここならシャドウも来ないだろう。なんでわかんだよ。ここだけ歪みが少ない。主の支配が弱い場所ってことだ。これ、教室か？これで分かったろ。ここは主の心が映し出したもう一つの現実なのさ。鴨志田の現実？さっぱり分かんねえよ。歪んだ欲望が具現化した世界と言ってもいい。我が輩はパレスって呼んでる。パレス？学校を自分の城と思ってるからこうなってるわけだ。思っただけで城になったってのかよ。ふっふっふ、ざけんな。よっぽどカモシダってのが嫌いらしいな。嫌いどころじゃねえ。全部あの野郎のせいだ。何があったか知らないが、城で突っ走んのはやめとけよ。そこら中手下だらけだ。その格好気になってんだろ。ああ、俺も気になりまくるわ。そいつもこの世界のせいだ。またわけわかんねえ話。パレスでは何でも主の思い通りに歪む。学校がこんな城になるくらいだからな。防ぐには強い反逆の意志を持つしかない。今の姿はその表れ。お前自身が持つ反逆のイメージだ。なあ、めんどくせえ。つうか、服の前にお前の方が気になるわ。何なんだお前。人間だ。正真正銘人間様だ。いや、猫だろ。どっちかっつうと。これはその本当の姿をなくしたからだ、多分な。多分かよ。だが元に戻る方法は分かってる。ここへ忍び込んだのも下調べのためだ。まあ捕まっちまったが、それに我が輩だって鴨志田には拷問されたんだ。絶対お礼してやる。漫画かよ。マジイカれてやがんな。行くなら急ぐぜ。新人、お前の力今回も当てにさせてもらうぜ。なに、お前ばっかに苦労はさせねえよ。そいや、もしかしてって思って一応持ってきたんだよ。モデルガン。音しか出ねえけど。おもちゃじゃねえか。でも見た目超リアルだし、脅すくらいには使えんだろ。あと一応傷薬も持ってきた。備えあればってやつだ。どうよ。やっぱり花からこのつもりだったのか。まあいい、なら準備が整ったら潜入を再開するぞ。
は？つけておこう。